あまりにもこうオフレコすぎる話は話せないけどまあ話せるところは話していただいてで、まあ、これちょっと YouTube の撮影もしてるんでね、もうその YouTube の方には今日話したお話とかはあまり多分出さないと思うんで、まあ、さあでは皆さん、お酒取ったり、まあ、食べ物食べたりしながらで構いませんので、今からちょっとね、まあせっかくねこうやってアロフト東京銀座さんに来させていただいて、なんせマリオットインターナショナルの、日本と韓国の、グローバルセールスの、支社長をされてた小杉総支配人なんで、まあ、現在はここのね総支配人さんをされておりますけれども、まあ、マリオットにとにかく詳しいんで、だからマリオットのホテルのフランチャイズ系のホテルはもうヒロ小杉言うたら知らん人がいないぐらいあちゃこちゃで講師されてた。あんまハードルを上げないっていうぐらいね、まあプロフェッショナルなんで、まあちょっとこうあまりにもこうオフレコすぎる話は話せないけどまあ話せるところは話していただいてまあまあここまで言うとちょっとハードル上がっちゃうんですけど、まあ別にまあここだけ話、ここだけ話で、まあマリオット系のお話やと思ってくれたらいいんですけど、でまあ皆さんも何かこうちょっと聞きたいこととかあったら、ね、聞いていただくっていう時間も設けれたらまあいいんですけれども、うん、質問タイプみたいな感じでね、させていただこうと思ってますんで、まあ食べたり飲んだりしながら気軽にちょっと聞いていただくという形でお願いします。じゃあすいません、ちょっといきなり私から言いますけど、はい、はい、マクさんと小杉さんにお伺いしたいんですが、はい、はい、マリオットの魅力って言ってるんですかマリオットの魅力基本の木のところから言うと、マリオットって皆さんご存知の方も多いかもしれませんが、アメリカのワシントン DC でホットドッグスタンドから始まったというバックグラウンドがあって、名古屋のマリオットに行かれると、あそこのレストランのところのパーゴラでしたっけ、そこの入った左側のところに昔のダイナーみたいなデザインのやつが残っているのをご覧になった方いらっしゃるかもしれません。本当に12のホットドッグスタンドカウンターから始まったんです、うん、でその後、言ってみれば日本でいうとドライブインファミレスみたいなところからやっ、うん、次ホットショップって名前でやって、うん、でそこからホテルに行ったんです、うん、でですからどこにみんなって言って変ですけど、マリオットの DNA の中の一番そこのそこのところにあるのってなんか病院って感じがします。でだからやっぱり食 F&B っていうところにみんな非常に、力を入れてるっていうのはどのブランドでもラグジュアリーでもセレクトサービスでもあるんじゃないかなっていうのがまず一つ、うん、ですから朝食、そうです、朝食にしてもランチディナーのお食事っていうのにしても、うちみたいなセレクトサービスにしても結構しっかりとしたものを出したいねっていう情熱は結構強い、うん、それは他のホテルチェーンさんとちょびっとだけ違うところにあるかなって思います、なるほどね。僕はもう比較的もうなんか当たり前のような話、皆さんがもう理解してはるような感じなんですけどね、もう結局やっぱりこのベネフィットとかがね、やっぱりマリオットは優れてるんじゃないかなっていうのはね、まあ特にまあまあ僕もねもうアホみたいにもうマリオット一辺倒やから他をねもっと経験してであればもっと詳しくね分かるんでしょうけど、まあけどいろんな人からの話聞く限りでもね、マリオットのこうベネフィットっていうのはね特に優れててみたいなところはすごく感じますし、アップグレード一つとってもね、うん、なんか本来であれば1段階か2段階ぐらいしかアップグレードしない、ね、グループさんもあったりとかする中、結構マリオットホテルのグループはボーンとスイートにねアップグレードしてくれるとかも結構多いし、うん、っていうところがまあ一番感じるところじゃないかなっていうのはね、まあ、それはもう皆さんがね感じていただいてるとは思うんですけど、あとまあホテルによってもちょっと特色あって、ここのアロフト東京銀座に関してはね、例えばこうプラチナ以上であればランチ、スペシャルランチを選択できたりとかね、で今日も食べさせていただいたけどもスペシャルランチも、もう朝食食べれる絶対ランチの方がええんちゃうぐらいもう
めちゃくちゃいいメニュー出してくれるし、赤字覚悟で、赤字覚悟で。ただまあちょっと ご注意点としては、1滞在につき1回、だから例えば2連泊しても朝食だと、2日分ね食べれるけど、スペシャルランチを選択すると1回分しか食べれないんで、1滞在、うん、1滞在だからもう7連泊とかした日には朝食のランチ1回しか食べられないからねっていう感じ。まあだからそういうようなね、なんかこうベネフィットに関してもなんかすごいこう、こんなサービスしてくれるんやっていうところが、まあそれこそさっきの小杉さんのね、あの飲食とかにね力入れてるとかっていうところからも来てることなのかなってね思うんですけど、エグゼクティブランジがない、うん、そこでじゃあ私たちに何ができるかっていうのをいろいろ考えてる今のところでもあるんですけど、うんうん、そしたら、これはもう前田社長と、まあこれ僕も、はい、うん、小杉さんにも、お聞きしたいのが海外のマリオットの現状。まあ、実際僕ちょっと最近海外行けてないんで、うん、前田社長は今月入ってからドバイに行かれて、はい、でまあ小杉ちゃんの方ももともとアメリカの東海岸のフランチャイズ13件やったかな。フランチャイズじゃない、普通の、あ普通の17件やったかな、うん、私が行ったこの最後のところで13件ね、2008年ですね、うんうんうん、を、まあ管理されてたりねっていうのがあるから、まあ、当然海外にお詳しいんでね、お二人にちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、海外のマリオットの現状ってことで、まあ、前田社長はまあ最近で言うとまだドバイだけしか行かれてないんで、まあ、ちょっとドバイメインの話になると思うんですけど、海外 のマリオット、まあ、例えばそのエリート会員がなんか多そうやなとか、まあ、あとちょっと人が多そうやな、少なかったなとかっていうのはどんな感じですかね。ドバイで8月って閑散期の一番閑散な月なんですよ。だから1年で一番暑いので、うんうん、まあね、涼しい時に来るみたいで、外部からね、うんうん、なので泊まったホテルも全て割とまあガラガラみたいな感じだったんですね。まあアルマハって砂漠のホテルは結構お客さんそこそこいたんですけど、それでも多分半分も入ってないみたいな。1軒目泊まったセントレディスドバイザパームは多分10組ぐらいしか泊まってないぐらい、380室ぐらいあるんですけど、でディナー予約したら、動画でも出すんですけど、ディナー予約したら、うん、私たちしかいなかったお金お客さんいなかったって感じ。ようレストラン開けてるくれだな。もめちゃめちゃね、食材とか多かったんですけど、私が見た限り4、5組ぐらいしかいなくて、ガラガラだったんですね。食材のロスコストが半端なさそうみたいな感じで、まあ予算度外視でやってるかなって感じですね。ただまあ日本人の方もアルマハで見かけましたし、あとは多分西洋人っていうんですかね、もう、あと東洋人もそこそこいろいろな国から来てるかなっていう感じがありましたね。あと街中はいっぱい人がいました。めちゃめちゃ人、特にダウンタウンはもうめちゃめちゃ人がいて、意外と半分以上はマスクしてるような感じ、で外国人もかなりいて、まあ、ドバイに住まれてる方というより外から来られてる方多いでしょうしね。そうですね、私のところも観光地なんですもんね、観光客ばっかりだと思うんですけど、だから海外からは、まあ、閑散期とはいえ人はそこそこ入ってる感じはするんですけど、私が泊まった三軒のマリオットはまあ、だらだらでしたね。さあ、そしたら小杉ちゃん、アメリカとかを、まあ、中心に海外の、まあ、現状というか、このくらいビジネスが戻ってきちゃってるかっていうことからすると、ニューヨークはさっき私が言ってた2007年ぐらいだと、2007年8年が13件でって言ってましたけど、その後急激にホテルが増えて、でそれでスターウッドと合併して、今ニューヨーク50件ぐらいホテルあるんですけど、一番マンハッタンの中で一番安いホテルがフェアフィールドインで300ちょい、ドルですから、それって、かなりですね、円で換算すると
4万円4万ぐらいですね。そのぐらいからっていう、もうあの2019年以前のレートに完全に戻しちゃってるなっていう感がします。あで、西海岸ロサンゼルスぐらいだともうちょいと安いです。まだ200ドル切るレートが時々出てるホテルが、セアフィールド、モクシー、あそこら辺のところと出てるなっていうところがあって、で、まあそれってそれでも2万5000円、2万5000円くらいからが、もう上は天井がないぐらい長い状況だったりしますけども、うん、要はそのビジネスはかなり戻っているし、うん、まずはあの南アメリカからの需要がボーンと戻ってきて、その次に今ヨーロッパからのが戻ってきてっていうことらしく、うん、まだまだアジアからはもうちょっと減ってきてるかもしれません。はい、けど稼働もかなり上がってる、稼働はかなり上がってるって話です。で、宴会もビジネスはマナタンは戻ってきてる。マスクとかはなかった？マスクは全くなしです。ホテルスタッフは？ホテルスタッフはつけてる人が結構いるかな。建前ぞ建前ぞ。まあ、海外もそんだけ戻ってきてるっていうことだよね。ちなみに日本国内のインバウンド状況ってどんな感じ？結局まだ1日2万人という枠をあの海外からの方々で使い切ってないっていうのが現状だと思うんですよ。それはなぜかっていうと、やっぱりほら、まずさっきあのマリオさんおっしゃったように、はい、まだ PCR 検査受けてからじゃないとっていうのが大きいし、何よりもビザを取らなきゃいけないっていうのがめんどくさいっていう人もいるし、そこら辺が、なくならない限り本当のボリュームっていうのは出てこないと思うんです。でうちなんかはあの割とちょっとアメリカチックカジュアル安いっていうことで、今日もそうです。週末なんかになると米軍の基地の人が来てくれたり、わざわざアメリカ帰るの面倒くさいけど、ここ銀座に遊びに行くのも面白そうですし、アロフトだったら、まあ、英語でコミュニケーションできるし安いし、みたいな感じで来てくださる人が多いんで、悪いことじゃない。で、あとは、細々とながら来る業務渡航の、方々っていうと、今は圧倒的にアメリカ多いです。2番目がシンガポール。うん、3番目が、意外と韓国から来てるんですね。韓国ですか。で、だけど、他の全部を足してもアメリカから来てるというのが少ないです。そのぐらいアメリカが一方的に勝ってるんですけど、5月、6月あたりはもう2年半、3年ぶりにビジネス業務渡航で東京に戻ってきた。もうやることがこんな山ほどあるからって言って、1週間、10日泊まっていく人がすごい多かったです。最近やっとちょっとそれが落ち着いたかなって感じがするんですけど、うん、でもやっぱり平均滞在日数がものすごいんで、今、滞在日数って形で計算をすると、外人比率が、40% それフル稼働になるとどのぐらいのパーセントを見込んでるんですか？私たちはコロナが始まってからオープンしたので何も言えませんけども、うん、お隣の大手屋の銀座はね、うん、長いことそうです。で2018年は通年のケースで見ると、平日のお客様の 80% が海外から、うん、でそれが週末だけはひっくり返って 30% まで落ちて、うん、でまた日曜日の夜から海外のお客様がドワッとっていう感じになったんです。じゃあこちらもそのぐらい割と似たパターンになるのではないかなと思います。そうやね、アロフト東京、銀座で、まああと、まあ、アロフトブランドとしてのコンセプトとか、なんかこういう風なこだわりがあるみたいなところっていうのはどういう？週末に今までご滞在いただいたお客様は実感なさってくださると思いますけど、毎週金曜日 DJ を入れて、で月に一度はライブのイベントをやったりっていうことで、私たちにとっては音楽っていうのは非常にフォーカスしてるところですね。あとはもちろんアート、うん、ホテル中にたくさんオリジナルアートを入れたりっていうふうなことをして、そこに刺激を
あるいはそれが楽しいって思ってくださるお客様には喜んでいただけるんじゃないかな、でこれはいろんな形でこのテーマ性っていうのは、続けていこうと思いますし、エンターテインメントっていうところで言うとこれで来年頭年明けたらすぐかな、あのシルクでストレイルシルクドドでシルクドソレイル、シルクドソレイル、またあの日本で大規模な公演、今回が日本に来てからの25周年か35周年なんかその節目のところ で、うん、でこれのやつをあの私たちのホテルってサンケイビルっていう富士サンケイコミュニケーショングループが、うん、あのオーナーなんですけど、フジテレビが主催するんです。そういうのを一緒になんかでもやらなくちゃない、なるほどなるほど、パッケージ作ってるのがよく思ってますけど、そういったエンターテインメント性の高いところ、うん、音楽、ミュージックフェスティバル、それからそういった、まあ、ミュージカルもそうですし、ちょっとサーカス的なそんなのも含めていろいろとそういうところをしっかりとうちのサービスに提供できるものとしてのパッケージプランなんていうので楽しんでいただけるようなことは考えてます。それはシルクドソレイユに観光するのに何かこうパッケージングしたりとかっていうことだけじゃなくて、何かそのそのにちなんだなんかホテルの中でのなんか料理のメニューであったりとか、なんかそういうのも考えるってこと。今このあるの今マキさんは私をいじめようとしてる昨日の朝舞い込んできた、金曜日の朝舞い込んできたちょっとニュースを私今ポロッと話しちゃってるんで、ここから先いろいろと作ろうとは思っています。あのうちの、 あの FB のスタッフがあのサーカスの格好をしてサービスするもうもうしないしない、それ今絶対ダメって顔してるなんか面白いことをやります。何か面白いこと楽しみですね。あそういったアート音楽に関わることはこれからもいろいろやっていこうと思うんで、はい、オブラートに包むやん何か考えてる案があるはずやな。あ、私ちょっとそれにちなんでもう少し聞きたいことがあるんですけど、はい、小杉さん、はい、あのここいわゆるあのマリオット銀座3兄弟ってよく SNS とかで言われてるんですけど、うんうん、コートレアウト、アロフト、AC と並んでるじゃないですか、はい、この並んだのは偶然なんですか、あるいは何か意図を持って並べたとかっていうのがあるんですか。三兄弟と言われオープンした順番からすると一番やんちゃな末っ子っていうのが私になっちゃうんですけども、さっきマクさんと、うん、話ちょっと話してくれた話ね、それの部分と関わることですけど、うんうん、三軒っていうのは今そうなんです、コートヤード、AC、うちで、2つの角度から言うことができて、最初にコートヤードがありました、はい、あそこはあの某鉄道会社さんが運営してるんですけれども、はい、でそこが隣のビルを買い取ってこういうもうホテルにしようかなって時に、そうしたらここもマリオットチェーンのホテルにしちゃいいんじゃないかということで、どれにしようかで AC にしたっていうのがですね。で一方でさっき私名前言っちゃったんで、もうあれです、サンケイビルディングっていうサンケイコミュニケーショングループの不動産部門がこのスペースを買い取りました。古いオフィスビルディングをまずその時はもう壊してコインパーキングになったスペースだったんですけど、でここにビル、あのホテルを建てよう、でどうせだったら外資系のホテルをやった方がインバウンドビジネスをうまくキャッチできるよねっていうところで、彼らはスタウッドさんと話を始めました。でどうせなら面白い、コンセプトでライフスタイルホテルをやろうかということで、アロフトブランドを選んだという時点では、マリオットが2軒、マリオット系列が2軒、スタウッド系列が1軒ってなる建築を始めて、はい、もう少しで屋上まで全部あの鉄骨が出来上がるぞっていうタイミングでマリオットがスタウッド買収したあ、そういうタイミングだったんですか。それで3軒揃って並ぶことになる。ですからこれ偶然なんですかって言われるとちょっと偶然ですっていうのが限界になる。本来ならマリオット2の SPG が1軒、はい、ですよね。
比較的には全然、もしかしそうだったとしたら向こうはもう鉄道会社さんで、はい、うちは不動産会社だし、向こうはマリオス、こっちはスタウダーだしってなったら、はい、そんなに仲良くはやっていけないだと思うんですけども、まあ今は、私がずっとフランチャイズを担当してたっていう歴史もあるので、はい、向こうの人たちにすごいよくしてますし、で実際一緒に付近 の、 清掃活動をやっていたりとか、その他諸々いろいろとこんなことをやろう、こんなことをやろうっていうのは、国会議会やってますし、あ、そうなんですね、はい、それなりに仲良くやってます。東大的な方です。そうですね、ありがとうございます、はい、そうだ、ちょっと今の話でもう少しちょっと深掘りして聞きたいことがあるんですけど、マリオットのビジネスモデル、要は今オーナーさんがどうのこうのって話してたじゃないですか、多分これ分かんない方にはオーナーって何って話になると思うんですけど、そもそもマリオットインターナショナル の、 そのホテルの例えばフランチャイズがあると思うんですけど、その辺のビジネスモデルをちょっと簡単に教えていただけると。タバコもなく黒板に書くわけでもなく、皆さん耳で聞くだけなので、すごくシンプルに話をします。ホテルって大抵フランチャイズか直営か、その2つがあって、フランチャイズの方はそのビルのオーナーさんが誰かを雇って、誰かっていうか、その人たちの中に、ホテル運営会社みたいなのを立ち上げて自分たちでやりますよ、独立系でやるよりもチェーンホテルの名前とボンボイメンバーシップを持った方がいいなってことで、例えばコーペアとシェアと、そういう名前をフランチャイジーとして、買い取るっていうか契約金も払って、でそうすると漏れなく一応マニュアルがついてくるんですよ、フランチャイズの場合はそのマニュアルの、まあ、70% から 75% クリアしてれば、あんまり怒られずに運営できるっていうのがフランチャイズ、一方でマネージドのホテルっていうのは、マリオットって自分で土地建物を持ってるのっていうのは、世界中にあるマリオットの 0.5% もないんです。 0.5%、はい、とうちは運営受託会社なので、オーナーさんが土地と建物を持ってて、そこからマネージメント契約を結んで、うちに運営を任せるぞっていう契約でやってます。でそれでやるのが、マネージメント会社 で、 で売上の何パーセントかがオーナーの方に行き、で売上の何パーセントかはマリオット本社の方に行きっていう風にやって、残ったお金を、5年後のリノベーションのために積み立てておくみたいな、そんな風な流れでやってます。でマネージドに関してはブランドのスタンダードっていうのを基本的に 100% 守んなくちゃいけない、厳しい、それを厳しいです。フランチャイズよりもいろんなことが縛られてる中で、言ってみれば皆さんがすぐに分かるのは、ボンボイアプリとか、マリオット .com の中で出してるレートに対して OTA さん、日本だったらそれこそ楽天さん、一休さん、ジャイアンさんとかに、うちは絶対にマリオット .com に出してるより安いのは出していけない、だけど何かしらちょっと何かやりながら、フランチャイズだとちょっと安くしても、お前やめろって言われるんですけど、そのやめろっていう声を無視しても何の別に手なってるわけじゃないし、背に腹は変えられないって時には結構それをやるから、それがフランチャイズって言います。この話題だけは絶対今日触れたいなっていうのがあるんですけど、はいはい、皆さん覚えていらっしゃるかどうか分かりませんが、マックさんとねコラボライブやった時にアップグレードの真実アップグレードの真実皆さん聞きたくないですか聞きたいですよねポイント予約の方が優先度が高いですね意外、あの人がどうかっていうところでいくと、皆さんご存知かもしれないですけど、ブランドで言うとアロフトって
マリオットが今持ってる30のブランドの中で3件そもそもアップグレードなしだよっていうブランドがあって、そのうちの一つアロフトなんです、うんうん、でとはいってもね、やっぱり私たち今普通にやってる中でできる限りアップグレードできるときはしようと思ってやってるんですけど、でそういう中で私たち社内的にはいろいろとこのマリオットのロイヤルティに関するトレーニングなんかをしょっちゅう受けたり、私もフランチャイズを面倒見たときは逆にトレーニングをする方の側にいたんですけど、アップグレードっていう形でシステムも私たちが使っているゲストエクスペリエンスっていうためのコンピューターのソフトウェアがありまして、そこで毎日誰を今日はアップグレードすべきかっていうリストが上がってくるんです。でそこでの一番は、で、アンバサダーで、そっちが上の上級のエリートが得意ですけど、リデンプションステージ、ちょっともう一回、ポイントのリデンプションステージ、ポイントの宿泊中、ポイントしか、ポイントしか、スガースリーキューレジャーです。なかなか衝撃でしょ。はい、でこれってまさにどういうふうに扱うかっていうのを、もうそれで自動的にアサインされてるんじゃなくて、そのガイドラインに沿ってそれぞれのプロパティで見ていくわけです。だから私たちにしてみると、特にアロットってこれって本当ならばアップしなくていいですって言われてるブランドなんで、よりフレキシビリティがあるんですけど、でもポイント資格っていうのにはかなり大きい思っている部分があって、だからマリオットインターナショナル自体の考え方としてポイント宿泊のことは大切にしなさいと、ね、だからビジネスで旅行をして貯めたポイントを使って家族を連れてポイント宿泊をする、その時に例えば家族を連れて行くんだったら、お母さんが貯めたポイントでそこに泊まろうって言ったら、子供も旦那さんも、あ、お母さんすごい、お父さんだったら子供がお父さんすごい、ヒーローに見せるポイントで、そのモーメントがあるから普通にまたビジネストラベルに戻った、業務とか出張とかに戻った時に、はい、マリオットにしっかりとポイント貯めよう、はい、マリオット泊まろう、ポイント貯めようってなる、そのサイクルを作っていこうぜっていうのが目論見、いやすごい話だから、ホテルによっては本当にまあもちろん考えないけど、じゃあ例えばじゃあもうホテルとか、そこのスタッフさんの裁量とか価値観とかは、もう往々にしてある。レポートは最初上がってくるレポートはそう言ってます、何かあったんですかね。今ここの話っていうのは SNS 禁止ですか。禁止です。最初ですよね。一応最初ですよね。皆さんがこの場だけのなんかお似合いだとしてください。はい。今のところ。はい。まあ、ただアップグレードの真実のところに、それをちょっと匂わせるような発信はしてみようかなとは思ってます。はい。まあ、ここまではっきりと。しかも言うたら。マリオのね、小杉さんの口から出てるわけです。いやー、前の社長はね、今回ね、本当にもういつもお誘いしてももうマクサのためやったら行きますよ言うて見てくださる、本当に優しいお声。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっと大勢の方とね、こうやってコミュニケーションするの初めてだったので、最初ちょっと緊張してたんですけど、美味しいお酒で気持ちもほぐれて、楽しくトークさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
本当にあの前田社長はあまりこう人と関わっててよりやっぱり、まあ、仕事の方もこう優先して、ね、撮影したりとかもされないといけないんであんまりこう多くの方交流されるっていう機会はねあえて設けられないスタッフでねあのされてらっしゃるんですけどなんか僕とねいろいろさせていただいてる間にちょっといろんな方とねちょっとお話しする機会をねたくさん作ってしまって申し訳ないです。いえいえ光栄ですありがとうございますあとおすぎ総支配人今日はもう貴重な話をたくさん一番喋ってたじゃん俺らより一番トークのボリュームインパクト全然こんなはずではなかったそうなのよあの普段はねホテルスタッフさんからも言われてるよね、まあ、まあヒロさんはもうすごい寡黙な方なんでね言うて言われてるよね一旦話し出すとスイッチが入ってお話してくれる話参考になる話ね、まあ、それもまあ今までお仕事されてる時にマリオットの話を更新されたりされてるからこそスイッチやと思うんですけれどもまあ、ほんまに ありがとうございました。皆さんもどうもありがとうございました。今日のお話はこの場であったことも冗談です冗談です。そんな話してまずいようなことは一言もあったらないなって言ったらぜひお話よりも美味しかったっていうふうなそっちの印象をお持ち帰りいただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。